さあやってまいりましょう。手持ちのつもすべて紹介し終わるまで終われません。続きましては R2D2 スターウォーズよりですね、今回で最終パートになる予定だったんですが、まあね、ちょっとね、こういろいろとこう皆さんに紹介をしつつツムをやっていって、まあ、たまったプレミアムチケットとか全部ぶっぱしたら新しくその出てきたツムもあったんで、いや R2D2 ってあれだよね、珍しいパターンだよね、ほんと R2D 特有の消し方って感じがしますね。まあまあ、あのいいとして、そうなんですよ、まあ、紹介全然して紹介の方が雑になっちゃったんだけど、こうやって稲妻型に消していくっていうね、これも変わらない。で、何が痛かったかというと、新たに手に入ったツムもあるんで、まあ、レベルがね、ちょこちょこ出てきて、その、育ったっていうのもあるんですけど、まあ、レベル1とかでもあるやつとかもいますんで、まあ、そこいらの新しいやつの紹介も兼ねて、また改めてやっていこうかなと思ってますんで、このパートで終わりではなくて、一応、レベル順に沿っていくと、こいつが、最終なんですけれども、まあ、新たに入ったツムもね、引き続き紹介していきたいと思いますんで、僕がね、ディズニーというか、その、とある映画シリーズで一番好きなね、キャラのね、ツムも手に入ったんでね、今度はそいつを一から育てていこうかな、なんて思ってます。はい。いやー、サクサクとできちゃうゲームだからこそ、なんか尽きないですね。うん。あれ、今、僕の喋る声が大きすぎて聞こえなかったんですけど、なんかさりげなく R2 の鳴き声が違う電車になった。あ、毎回違う？いや、そんなわけないよね。毎回一緒ですよね。うん、うまくいかない。ビュン。はい。まあ、無難に300万点を超えたってところでしたね。まあまあ、いい感じなんじゃないですかね。はい。ということで、レベル50の R2 紹介させていただきました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。